巻波の飛行甲板の上です。時刻は夜22時、真っ暗。こんな中でヘリコプターを運用することはできるのかということで、本日は海上自衛隊のヘリコプター第3弾夜間の発着艦やってみた、どうぞご覧ください。前回の動画では昼間の発着艦をご紹介しました。視界の開けた昼間でさえ荒波の中で揺れる護衛艦での発着艦は、卓越したパイロットの技量をもって成し得るまさに神業。今回はさらに視界のほぼない暗闇の中での発着艦、その妙技をよく目を凝らしてご覧ください。暗闇の中、わずかな視界で護衛艦から発艦です。見えづらかった方のために赤外線カメラ映像でもう一度。夜間は姿勢が不安定になりやすいので慎重に護衛艦から離れます。そしていよいよ、まもなく護衛艦巻波に着艦します。全長わずか25メートルの飛行甲板に向けて慎重に船を進めていきます。この真っ暗闇の中、頼りになるのはわずかな視界と計器を読み上げる副操縦士の声のみ。しっかりと計器飛行しないとバーティゴという緊張感に陥ることもあるんです。護衛艦の甲板が漆黒の闇の中うっすらと姿を現しました。慎重に機体を寄せていきます。そして定点ホバリング、風が吹く上空と荒波に揺れる護衛艦甲板との距離を慎重に縮めていきます。昼と夜で明るさにこれだけの差がある中、パイロットたちは卓越した技術で着艦します。ベアトラップと呼ばれるおよそ1メートル四方の機体高速具めがけて慎重な調整が続きます。1メートル四方のベアトラップに照準を合わせて着艦する技術、まさに神業です。皆さん、海上自衛隊のヘリコプターのパイロット夜間発着艦いかがでしたか？すごい神業でしたよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。